国道129号起点神奈川県平塚市、高浜台交差点国道129号終点神奈川県、相模原市橋本五砂路交差点国道129号は、神奈川県平塚市から、相模原市緑区に至る、一般国道である。起点の神奈川県平塚市から、厚木市を経由し、道県北部に位置する相模原市を終点とする路線で、 神奈川県下の中央部を南北に縦断する主要幹線路線の一つである。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として初回指定された1953年では東京環状線として指定されていた。1963年に一級国道16号。 およびに級国道127号の一部とともに級国道16号として再編されて欠番となり、同日新たに指定された平塚相模原線に裁判された。神奈川県相模原市中央区あたり路線は、国道246号より北側区間、国道246号との重複区間、国道246号より南側区間に3分別することができる。 この三つの区間は、それぞれ道路の様子が異なっている。山と厚木バイパス、神奈川県厚木市、カナダ主な橋梁国道1号との交差神奈川県、平塚市八千代町。ありがとうございます。